た。うむ、元気そうで何よりだ。今日はアマルティアで宿を取るのか。はい、着くのが予定より遅れましたから、今晩はそうする予定です。アマルティアは街が綺麗ですよね。素敵なお店もたくさんあるし、ちょっと探検してみたいです。前はバタバタしてたからな。でも先に宿を決めちまおうぜ。この町の治安は我々が保証しよう。町の見回りにも常に人を割いているからな。町の店も夜まで開いているところが多いし、十分に羽を伸ばしていってくれ。あ、これはまた大きな荷物だな。どうした？何を運んでいるんだ？あ、モニカさん。帝国の基地から接収してきた荷物の搬入ですよ。日が暮れる前には終わらせます。ああ、あれか。うむ、ご苦労。よろしく頼むぞ。なんだか今すごく強い星晶獣の気配を感じました。何？星晶獣？その気配は近くでしょうか？それがそのすごく近くて、今の運ばれていた荷物から、あの中から。そこ止まれ。はっ。すまない、その荷物の中身を改めさせてくれ。ガロンゾの北東の孤島に秘密裏に建設されていた帝国軍基地から接収した調度品のはずですが。調度品？具体的には何だ？机か何かだったと思いますが、見てみますか。こりゃあ、ただの絵じゃねえか。額に入れられた絵画ですね。たくさんあるようですが。気配がなくなっちゃいました。おかしいな。島に着く前に少し食べたし、まだお腹は大丈夫です。ふむ、いずれにせよ帝国が何か施していた可能性は否定できないな。この絵は厳重に保管しておこう。頼めるか？了解です。地下の特別保管庫に別途輸送しておきます。結局今の何だったんだ？今は全然感じませんけど、すごく、すごく強い力でした。間違いじゃないと思うんですけど。何事だ？庁舎内での爆発だぞ。報告！地下の保管庫に侵入者あり！人数は一人です！手口は不明ですが、保管庫内部からの衝撃で1番から4番までが全室崩壊。天井に開いた穴は地表まで達しており、侵入者はそこからすでに脱出したものとみられます。バカな、とにかく追うぞ。何時ら、歓喜せよ。時は満ちた。なんだこいつ。世界は開かれる。空でも星でもない、我ら理想の第三世界が降りてくるのだ。
しかし我らは美しき世界の住人たりうるだろうか。我らのような矮小な存在が。何言ってやがんだ。酔っ払ってんのか。あれ見てください、あの人が持ってるのって昼間の絵画。そいつを逃がすなよ、乗車襲撃の犯人だ。我ら人間四大種族、星の民すらほふった現世の覇王、あるいは卑しいハエのようなもの。世界は本来美しい。神はなぜこの不浄の世界を救い保うてくれないのか。なんだこいつ、様子が。構わん、捕らえろ。男が持ち出した絵画、やはり星晶獣と関係があったのか。星晶獣の気配一つだけじゃありません。7、8、10、やっぱりあの人が持っていた絵画です。あの絵画全部が星晶獣です。時は満ちた。あえて形容するならば、俺は帯同する世界そのもの、アーカルムシリーズ悲願成就の時、新世界秩序をもって神の打倒を果たさん。すごく強い怒りと殺意を感じます。空の民、お前たちもまた神を打倒した眷属だ。だがその力、今の世ではどれほどかな。時は満ちた。破壊、そして創生の時。ぶっ潰れろ。覚悟を決めろ。裏庭にはニワニワトリがニワニワ。そんなもんじゃないだろ。行くぞ。進化は止まらない。失礼します。ふっ、あれ、たきつ、ボコ、やった。超越する。いかなる困難も俺は乗り越える。だて、そんなもんじゃないだろ。ち、あれ、たたきつ、ほいほい、破壊あるのみ。新たな世界を覗き見よう。
あれ立たせて。じゃあな、終焉とは新たな始まりだと知れ。お疲れ様です。お前はなぜ今の空の世に。私について何か知っているんですか。知っているといえばそうだ。しかし知らぬといえばそうでもある。何ら俺たちの計画に影響はない。語る理由もない。とどのつまり興味がない。あなたは青少女なんですか。そうだ、星の民により作られたつまらぬ傀儡だ。完全なる星の民は俺に学ぶ力を与えた。学ぶ力とは空の民に宿る力。破壊と再生を繰り返し進化する力。しかしそれは同時に未熟であり続けるということだ。完全である星の民とは真逆の性質。何を言って。星の民は俺の自我の進化を予見できていなかった。作られ操られ支配される存在から固定された運命から逃れようと自我を覚醒させたのが俺たち。俺たちアーカルムシリーズはこの世を生み出した創世神を駆逐し新たな世界を創造する。新しい世界を作ったら今の世界はどうなるんですか。一切合切が全て等しく無に帰す。星の世界も空の世界もそこでうごめく無数の命も。道理は俺たちが作る。理想実現のためどれほどの時を費やしても一から創造してゆく。そんなの誰も望んでいません。望んだのは俺たち青少女だ。それに許しを請う必要などない。俺が新たな創造神になるのだから。青の少女バハムートに代わり俺がお前を。没する竜に尽くすか新世界の神の力となるか選ばせてやる。それには乱れなき自我と魂が必要だ。心が決まったならば約束の地セフィラを訪れるがいい。あの青少女と戦っている最中に急に気を失って。しかし同時にあの青少女も消えてしまった。絵画もろともな。気を失っている間
あの聖少女にずっと語りかけられていました。確か世界すべてを滅ぼして新しい世界を作るとか。よく思い出せないです。あとはセフィラとかそんな名前を言っていた気が。セフィラ？まさか。モニカさんはその名前に覚えがあるんですか？メネア公国の管理する空域にセフィラという名を持つ孤島がある。白雨戦争最大の激戦地となった場所で、今でも内陸部への侵入が制限されているいわくつきの島だ。白雨戦争の激戦地。メネアが何を守るためにそうしているのかは空域内の諸国も知らされてはいない。しかしこれは点と点がつながりそうだな。赴いてみる価値はありそうだ。はい、あの聖少女を追いましょう。